それでは、3月の定例会見を、始めさせていただきます。本日の発表項目、8項目ございます。またパワーポイントの方で説明させていただきます。まず、新型コロナの状況でございます。これも、和歌山市は、赤でやってるんですけども、ちょっとここになってですね、リバウンドというか、増えてきました。3月22日が人口10万あたり直近1週間が 125.9 人、それが3月29日では 168.9 人と 34% の増となってきました。やっぱりこうちょっとリバウンドを出したなっていう感じがしてます。次お願いします。これちょっと見にくいんですけど、大体の傾向で把握していただければと思います。年代別の1月、第6波が始まってからの年代別のグラフにしてます。実践の方がですね、大体10代、20代、30代、若い世代です。で、点々の方が、その高齢の世代というか、年齢の高い方の世代になってます。大体1月の始まりはですね、この緑のところ、20代であるとか、10代のあたり、この辺から先行して、まず第6波が始まってきました。で、真ん中、2月の上旬が一番こう和歌山市にとってもピークだったんですけども、その辺になるとこう点々のところ、それぞれ60であるとか、そういう高齢の世代が増えてきてます。で、最近は、というとですね、やっぱりこう10代のあたり、20代、そういったところが増えてきてて、国もよく言われるんですけど、やっぱり先行的に若い人からこう増え出すのかなっていうところで、今ちょっと要注意の状況になってるんじゃないかなと思います。次お願いします。和歌山市では市の衛生研究所で、オミクロン等のですね、スクリーニングを行っています。で、これは確定はできないんですけど、オミクロンというところはほぼ間違いないんですけど、BA1 か BA2 については、スクリーニングをやった結果ですね、BA2 の疑いが、この3、期間はそれぞれ、とっても3月になってですね、急激に上がってきました。3月の、1月6日から3月の8日ぐらいまでは 0.2%、そこからですね、8%、さらに、42.3 で、今は大体の5割を超えてきてます。BA2 の、BA2 の疑いへの置き換わりが非常に増えてきてます。次お願いします。逆にですね、重症者数が、これは県基準ですけれども、重症者数は減ってます。比率的にも減ってて、特に高齢者の重症者が少ないということで、やっぱりこういろんな、考え方はあると思うんですけれども、ワクチンなんかもその重症者への重症化、高齢者への重症化に対して、効いてきてるんじゃないかなというふうに思ってます。次お願いします。それでは、ワクチン接種の状況でございます。65歳以上は大体和歌山市で 83.1%、18歳から64歳は今のところ 36.5%、全体で、約 53.2% ということで、半数の方が、対象者の半数の方は、ワクチン接種を行っていっている、いっていただいている状況でございますが、64歳から12歳、18歳にかけては、またちょっと少ない状態でございます。次お願いします。和歌山市の方は、4月、5月の3回目接種、集団接種等も予定しております。3月の19日から予約開始をしているんですけれども、次お願いします。日にちはですね、こういった日にちで、イオンモール和歌山、南保健センター、北コミ線、和歌山ビッグホールということで、3回目ワクチン、モデルナ製での接種と、土日で、大体、予約を取っております、すでに。ただ、まだ土曜日も空いている状態で、割とこう、打ってもらいやすい土曜日なんかも空いてますのでね、
ぜひ、まあ、あの希望される方は早めに、接種予約をしていただければと思います。そうお願いします。であの初回目接種の方に対しても、集団接種を予定しておりまして、これはあのファイザー製で、1、2回は打っていただくということで、1回目が4月23日、2回目が5月14日と、あのイオンモール和歌山で、予約を受け付けてますので、これもまたあのまだ全然打ってないよという方につきましては、打っていただければと 思います。はい、次お願いします。次の項目でございます。あの和歌山環状北道路、それとあの和歌山環状道路が道路法に基づく重要物流道路ということで指定されました。これはあの今後の事業化に向けて大きなステップになります。まあ、和歌山環状道路ということで、和歌山市をぐるっとこう、環状道路、自動車専用道路で結ぶという構想でございます。これができれば、例えばあの和歌山港付近の物流関係なんかは、こうした自動車専用道路ですっとまあ行けるということで、市内の今中心部を通って、和歌山港から高速道路へ流れているような物流が全てこうした自動車専用道路で行ける。またあの市民生活にとっても生活交通にとってもこう信号のない道路ができるということで、あのこれからまあ常に弾みをつけていきたいと思っています。この和歌山環状道路のうち特にあの和歌山環状北道路、あの豊縄と大日本を結ぶところ、これが、まあ、和歌山市としては優先整備区間と考えてまして、次の段階に向けて、次の段階が計画段階評価ということで、次の段階に向けて、要望を日本連盟の皆様、そしてあの地元の規制同盟の皆様と共にですね、活動をやっていきたいと思っています。次お願いします。和歌山下津港はあの正式に港湾法に基づく港湾名なんですけども、和歌山下津港というといつもですね、そのクルーズ船が入ったり、この間は道路線が入った時も下津へ行ってしまわれる方が多いんです。で、この和歌山下津港、和歌山港に変えてくださいというのは、まあ昔から要望はしてるんですけども、それはなかなか難しいと。やっぱりあの和歌山と下津、その広域を結んでいるということで、あの和歌山下津港自体は変えられないんですけどもということで、今回、それで要望をですね、貸し出してもらって、航空名というのがそれぞれあります。例えば、最近、日本製鉄のところであれば、北航空、また、今一番中心になっているところは本航空。という形で、まあ、それぞれ下津航空であるとか有田航空、こう分かれてるんですけども、今まであの和歌山本航空というのはクルーズ船ついたり、まあ、ロード船ついたり公共岸壁として一番活用されているところで、大体、まあ、あの和歌山本航空へ着きます。それであのその本航空を和歌山航空に変えてくれという要望をさせていただいてて、まあ、あの県の方もですね、そちらの方向で、まあ、ほぼほぼ了解をいただいてて、正式には、次の委員会を経て、夏ごろ正式に決まる予定になっています。で、標識もですね、実は紛らわしい標識になってて、今現在は、和歌山本航空という表示、これはまあ正しいんですけど、今、和歌山港って書いた標識もあります。これを今後ですね、正式に決まれば、和歌山港という形で、標識も改められますし、我々としても今後公共岸壁クルーズ船等が来る場合は和歌山港という形で、広報していきたいと思っています。お願いします。この和歌山駅、 JR 和歌山駅の北からに道路がこうオーバーになった吉田の古戦闘というのは長田古戦闘があります。ここについてはその上を道路で道路がこの共同になってますので歩行者が歩きにくいということで地下通路を作ってあったんですけども、やはり交通弱者、身体障害者の方であるとか高齢者の方がエレベーターなしでは歩きにくいということがあって、
この度あの耐震化工事と合わせてエレベーターを設置して、7月の1日の、まあ、0時から午前0時から、開放というか開通させていただくことになりました。これによってですね、線路で挟まれた地域の高齢者の方である、またあの障害のある方、交通弱者の方は非常にまあ連絡がスムーズに歩きやすくなるということでございます。次お願いします。あ、そうか。ですね、資料の方を見ていると、パワーアップをちょっと作ってないので、資料の方の5つ目、ウクライナの避難民の受け入れを、まあ、和歌山市が登録させていただきました。もう世界で400万人を超えて、まあ、今日の発表だった401万人の難民が出ているということで、和歌山市としてもですね、例えば公営住宅の空き棟で、ウクライナの方の難民を受け入れたいということで、法務省の方へ登録させていただきました。また生活支援等につきましても、難民が決定すれば、その生活支援等の準備もしていきたいと思っています。次お願いします。再びちょっとパワーポイントの方に戻っていただいて、これはまあもうすでに、いろんな形で広報されているんですけれども、4月1日から、成年年齢が18歳になります。で18歳でまあできることとできないことがあるんですけれども、できることの中に契約行為がございます。でこれが非常に今後トラブルを生じる恐れもあって、岡山市としてもそしてホットライン188、これは全国共通なんですけども、一番身近なところへかかることになりますので、和歌山市の方へかかります。また、市に置いている消費者、消費生活センター、ここに電話をいただければですね、困ったことがあれば、対応も相談もさせていただきますので、皆さんに明日から、その18歳、引き金に伴って、さまざまなことが起こってくる可能性もあります。で契約等についてはですね、本当にこうよく相談していただいて、まず慎重に契約していただきたいというのが一つでございます。それ以外もですね、18歳と20歳でできることできないことがあるので、そうした周知についてもいろんな、学校の現場であるとか、そういったを通じて、啓発していきたいと思っています。次お願いします。岡山市の指定文化財を追加させていただきました。今までもうなかったんかなと思うのが、和歌祭りの奉納芸能です。これは今度、和歌祭り400年があるんですけれども、これが、市の無形民俗文化財として、指定されることになります。それと和歌山城天守閣の動写地、次お願いします。で金井寺の五穀院の多宝商塔、それと上行寺の加賀の上行寺の目大天十五道寺像ということで、新たにこうした文化財が、指定となります。我々は今後、こうした文化財の保存とそれと活用に努めていきたいというふうに思っています。次お願いします。最後です。これ前回も公表させていただいているんですけど、4月2日から、関西最大級の、道の駅である四季の里が、ワールドオープンします。で、できるだけもう全国から関西から来ていただきたいんですけども、知らない方もおられるので、これをネクスコさん、ネクスコ西日本さんにお願いして、紀の川サービスエリアの方へデジタルサイネージ、こんな形でもうすでに、紀の川かな、紀の川か、おとついからか、やってるんですけども、こうしたデジタルサイネージで、杉の里の道の駅の案内をさせていただくことになりました。ぜひですね、コロナ禍ではあるんですけど、感染対策に気をつけながら、野外で、オープンスペースで楽しんでいただければと思いますので、これはもうぜひ、関西からも来ていただければというふうに思います。発表項目は以上でございます。よろしくお願いします。
のウクライナ、あ、読売新聞の平野です。ウクライナ避難民の受け入れのことなんですけれども、法務省に登録したのは何月何日時点でですか？今日だよね、今日の午前だよね。今日の午前で登録させていただきました。わかりました。これ、あの、市営住宅空室の提供ということなんですけど、いくつぐらいを用意する予定などわかりますか？空いてるスペースはもう空いてるスペースでですね、あの、余裕のあるところは全て止まってるんですけど、少なくとも10室以上は確保していきたいと思ってます。具体的に今の時点で何人来るとかはあるんでしょうか？それはまだですか？決まってません。こういうのは、例えばうちも、手伝いたいんですけどとか、相談したい窓口など開設する予定ありますか？これは危機管理の方になるのかな。窓口は危機管理でいいんか。全体的には危機管理か、危機管理の、はい、危機管理の方で総合防災課、総合防災課か、総合防災課の方が、まずは窓口になっています。具体的に誰を受け入れるというわけではなくて、手を挙げて来てもらえる状態を作っているということですね。これは、多分政府の方でも調整されることだし、その辺はですね、まず受け入れ体制を我々としてはこういう協力できますということを法務省の方へ報告させていただいています。わかりました。ありがとうございます。NHKです。同じウクライナの難民の支援についてなんですけれども、登録っていうのは、その、協力するということの登録が、そうすると、その具体的なその住宅っていう部分なんでしょうか？法務省からはですね、どういう協力ができますかっていうのがあって、岡山市としては、まずその、そういう公営住宅の受け入れをしますっていうことで、登録させていただいてます。生活支援等についても、準備を進めているということなんですけど、具体的にはどういう、具体的にはですね、まだちょっと決まってないというか、国の支援と合わせて、そこの自治体としての支援はどこまでできるかというところは、まだこれからの調整になると思います。どういったことが考えられるんですか？例えば、その生活支援物資であるとか、就労ですよね。そういったところの就労の斡旋であるとか、今後、その辺は具体的に決まってくれば、いろんな、支援もできればと思ってます。具体的にはまだ決まっていないということですけれども、外国人登録でウクライナの方もいらっしゃるように聞いてるんですけど、そういう、そちらは実際にその、市民などからの相談みたいなことも今のところはないという。今のところはまだないですね。改めて市長としてこのウクライナ、ロシアのウクライナ侵攻で、先ほど避難民の方の人数なども挙げていらっしゃいましたけれども、もう一度その協力するお気持ちを聞かせていただけますでしょうか？今現在、ウクライナでは停戦協議がされているところで、わかりますとしても、一日も早く停戦されれば、本当にありがたいなと思っています。今の多くの難民の方、今日時点で401万人の難民の方が出られているということで、日本政府も難民受け入れを協力していくということで、わかりますとしても、法務省に対して、空き住宅と公営住宅等の空きを利用して難民を受け入れますということを登録させていただきました。今後幅広くその生活支援であるとか、そうした準備も進めていって、もう戦争が終わるのが一番いいんですけども、まずはそうした難民の方をしっかりと受け入れる準備をしていきたいと思っています。ありがとうございます。
あの朝日新聞の下地と言います、昨日 IR が、まあ市議会も通ったわけですけども、その受け止め改めてもう一度聞かせていただきたいのと、あと今後の手続きですね、なんか文書を県の方に送るという形になるんでしょうか、それを教えていただきください。IR につきましては、まあ、これまで市民の多くの市民の方々のいろんな意見をいただきました、ギャンブル依存症、またそういう資金計画が大丈夫なのか、それは同じように市議会の方でもこれまで特別委員会等でいただいてきました。そうした中で、今回非常に、まあ、熱心な議論も昨日、議会でもいただきました。その前にも特別委員会でも、まあ、いただきました。そうしたことを踏まえて、今回昨日議会の方でも同意いただいたわけなんですけれども、私としてはですね、非常に大きな、まあ、責任を感じます。本当にこう身の引き締まるような思いです。これからやはり市民の方たちの思い、まあ、反対意見も多い中で、そうした方の払拭、懸念を払拭していくというのがやっぱりこれから私にかけられた大きな使命でもあるし、そしてこれからの和歌山にとって絶対必要なんだということは私 もずっと思ってます。半島に位置してなかなかこう和歌山にはいろんな活性化の波が押し寄せてこない、これはもう今までの歴史を見ても県庁所在都市で2番目に早く人口減少が始まってます。そして今までずっと続いているのはもう和歌山市、県庁所在都市では和歌山市だけです。半島に位置するっていう地理的なハンディとさまざまな要因で、まあ、そうしたことになってるんですけれども、今後将来を考えると和歌山市の自治体としての存続っていうのは非常にまあ厳しいものがあると思ってます。社会保障等が本当に維持できるか、維持することすらまあ厳しい状況の中でですね、若い人がまあ流出しないような和歌山でもやっぱり学べるんだ、働けるんだ、住み続けられるんだっていうところをですね、しっかり作っていかなきゃいけない。そのためには和歌山 IR っていうのは素晴らしいものになる必要があると思ってます。さまざまな効果を今後生み出せるようなより具体的なところを県と協力して策定していきたいと思います。まずは次の段階としては今日その同意文書を県の方へもう送ったのかな、今日付けで出す予定になっています。でこの後、まあ、県の方は、まあ、公安委員会の協議が今日ぐらいかなやってると思うんですけれども、その県の公安委員会の同意をもらって、それで、県の方の議会の同意をもらえれば県から申請するということで、まあ、4月28日までの申請期限に間に合うような形で申請していくと思ってます。で今後、まあ、国の方のいろんな、まあ、審査を経て、時期がまだ確定はしてなくて、まあ、夏か秋かと思ってるんですけども、まあ、そうした中で国から決定が認可が下りるものだというふうに思ってます。その辺はその審査の手続きをずっと見守らなきゃいけないんですけども、ただ和歌山市としてもそれまでまあできることのところ、例えば依存症、いろんなまあ今の、ギャンブル依存症対策のそういう体制づくりをどうするかとか、さらにその地域活性化のため IR 効果を和歌山市内にもっと効果を出させるためにはどうしたらいいか、そうしたことについては引き続きまあ準備をしていきたいと思っています。まあ、いずれにしてもですね、非常に私、まあ、市長としても非常に重い責任を背負っているのでしっかりと頑張っていきたいと思います。そうすると最後におっしゃったその依存症対策であるとか効果を最大化する準備はするとしても、その国の認可まではあとはその和歌山市として何かその中に噛んでいくという手続きはもうないんでしょうか。手続きの中へ噛んでいくというところはないんです。同意して文書を送ったのでその認可までの手続き、和歌山市の手続き関係するところは一応終わりということになるわけですね。独自で準備できるところはやっていきたいと思います。あとごめんなさい、また話変わりますけれども、
無差別環境のことは現状は今どういう状況になっているのでしょうか。あとその専門家の会議はいつぐらいなのかの目処は立ってますか。無差別環境のまず今の対策状況ですけれども、順調に比較的順調に進んでいます。まあ、現地行っていただいた方なんですけど、真ん中の方の3橋についてはですね、取り外されて今はもう、2橋かかったかな、3橋のうち、もうすでに真ん中に2橋かかっていると思うんですけども、それと両端の、まあ、2橋、2橋、4橋については、足場も組んで点検等を、まあ、やっている最中でございます。順調に進んでて、6月の中旬までにはですね、その水管橋の新しいというか、更新した水管橋で、まあ、水も送れるという状態になると思います。何でしたっけ、専門家の会議でしたか。あれは新年度いつぐらいから、次が最後になるんですかね。なんか目処は立ってるんでしょうか。いつぐらいだろうかっていうのは。ですね、そのまだその調査が、現地での調査がまだできていないということで、次の開催日は未定ということになっています。まあ、できるだけ早いうちに1回開催してもいいんじゃないかなと思っているんですけれども、ある程度の詳細なところをまあ確認してからやりたいなと思っています。あそこは今進めている工法でいいのかとか、まあ、その安全性はどうなのかとか、そういったことも相談はしているんですよね、先生方には。それはまた会議とは別にやってるんでしょうか。個々にはですね、それぞれの専門分野が違いますので、個々には相談もさせていただいてます。和歌山新報の阿比留です。ちょっとまた IR の話に戻るんですが、今回の整備計画案に関しましては、県が主催でやってましたので、まあ、ある意味市にとってみれば、この問題に関しましては、多分受け身的な姿勢だった、受け身的な姿勢で、今回の同意という形にはなると思うんですが、これ実際に IR ができたときはですね、立地市ということで、それなりの納付金、まあ多額の納付金が入ると同時に、プラス、もし撤退ということになった場合は、その影響というのは計り知れない、一番影響を受けるのは多分和歌山市だと思うんですね。その意味で、まあ、もちろんその撤退した場合どうするかというふうに考える前に、撤退させないようにするために、その事前の準備なり、そういったのを市としてどこまでこう関わることができるのか、そういったところを何か具体的に市長として何か考えているところ、今の時点でですね、撤退議論というのが、まあ、仮に後ろ向きな議論だとすれば、まあ、撤退をする前の撤退させないようにするためにはどういった、手立てを市としてできるんだということを今何かもし考えているようなことがあれば教えてもらいたいんですけど、法的な意味で撤退を、まあ、させないというか、まあ、できるだけしないようにというのと、まあ、してもですね、後の処理ができるようなというところはですね、県の方でしっかりとそこは組んでくれてます。で、それは、まあ、議会の委員会の等でも質問があったところなんですけれども、その法的なところは、まあ、しっかり手にじゃないかなと思ってます。それで、我々としてですね、できるだけ、まあ、まあ、火事のが、まあ、エンジンだというふうに、まあ、言われてるんですけども、まあ、カジノ そのエンジンというのと、もう一つはこれはまあ委員会中でも私も答弁させていただいたんですけど、カジノ以外のところのですね、魅力を高めて、それで収益性を高めていただきたいなと思ってます。エンターテインメントであるとか、あとはマイスの部分ですよね。
これは今後、マイスなんかは例えば国際会議の誘致であるとか、コンベンションの誘致であるとか、そういったところは協議会、全国的な協議会と県市が一緒になって取り組んでいって、誘致をできるだけ多くすると。でそういったところはですね、これはもう地方自治体としてもしっかりやっていって、カジノ以外の部分で収益性をもたらすような、そして欧米の方に喜んでもらえるような、そんな施設にしていけば持続的に発展していけるんじゃないかなと思ってます。ちょっと補足して、いわゆる今回のこの IR 自体が、国も言っているように、いわゆるカジノが、収益のエンジンになって、で実際にやっぱりどこの都市でもそうなんですけど、マイス事業自体が黒字になるっていうところって多分ないと思うんですよね、マイス自体です。ですから今のお話というのは、いわゆる誘客の方に市としては力を入れるという意味なんですかね。どっちかというとそうですね、誘客に力を入れていきたいと思ってます。ただその前にそうしたそのカジノ以外のエンターテインメントであるとか、その魅力増進施設、それとその毎日施設も含めて、それがやっぱりこう魅力的なものになるようにっていうところはですね、今後意見としてはしっかり言っていって、できるだけ事業者の方にもそうしたその毎日以外のところの部分の配慮っていうのはお願いしたいなと思ってます。最後にいわゆるマイスで、誘客効果を測ると、そこに例えば市としてですね、ワンセットでならマイスに来られた方たちはぜひカジノにもというような呼びかけっていうのは今後されるんですかね。それはしないと思いますね。マイスに来られた方はぜひ、和歌山市内の和歌山城であるとか、和歌山のいいところを見てくださいよっていう呼びかけはさせてもらうし、そうした交通の利便性も取らなきゃいけないなと思ってますので、そんなカジノやってくださいよということは言わないです。すみません、今のカジノの件で、カジノ以外で収益性を高めていってほしいというのは、この前の、特別委員ですか、そこでもおっしゃってたんですけど、そこちょっと教えていただけ、IR はカジノが収益大部分を占めるというのは当面そうなんでしょうし、できたら、完成したら、岡野さんはカジノで楽しむということは考えてらっしゃるんでしょうか。私もその、海外の都市に行ったときはですね、そのどんなんかなっていう様子見には行ったことはあるんです。それぞれ、素晴らしい都市というか、世界一住みたい都市であるような、その例えばカナダでいうとバンクーバーであるとか、その隣に和歌山市の姉妹都市のリッチモンド、そういったところにちょっと行って、こんなんかなっていうのは見たことあるんですけど、あんまりそのカジノをやって心理的に続けようとか、そういう気持ちはないですね。あと、さっきになって申し訳ないです。さっきの特定重、なんだ、重要物流道路の件なんですけども。和歌山下津湖で確か特定重要港湾かなんかになってたと思うんです。で、その今回のこの新しい認定というのは、そのなんだ、ちょっとどう聞いていいか分からないですけど、この港にこう上がってくるものを物流するためにこう整備しようということで世の中進んでいるのか、市としてなんかこう違う目的があって、あそこの埋め立て地の活用を考えているのかって、そこら辺どう理解していくんですか。まず和歌山下津港は特定重要港湾、昔は特定重要港湾だったんですけど、港湾法が変わって、今、国際物流拠点港湾か、ちょっと名前が変わってます、それはそうなんですけど、先ほど申し上げたのはですね、その和歌山の工業地帯というのは、割と臨海工業地帯、日鉄さんでも花王さんでも、大規模な工場、それと物流なんか扱う工場が
あの割と臨海部にあって、その車がまあ市内を横断するというか中心部をまあ通っていくような形になってます。であの交通渋滞であるとか、まあ、様々な面で支障も出てますので、そうしたその物流をちゃんとこう専用道路で乗せていくというのがこの重要物流道路なんですけど、和歌山市はですね、もともとこの和歌山環状っていうのを言ってるのは和歌山市ぐらいの都市規模、まあ結構大きい規模だと思ってるんですけど、そのぐらいであれば環状道路というのは大体こうできてます。それもまあ自動車専用道路で環状するところというのが多くて、例えば市内のからスッとランプへ乗って環状道路に乗れば信号なしで行けるね、高速道路へ全国へ行けるというような形の都市も結構多くなってますので、岡山市もいずれはそういう環状道路専用自動車専用道路での環状道を持って生活交通であるとかそういった物流の道路として、まあ、産業道路として活用できればという思いでスタートしています。これもう何年後しかになるんですけども、10年、私まあ少なくとも8年就任してから8年はほぼこの動きでやってました。で、これがまあできるとですね、例えば今後将来的には自動運転等が普及するときにはやはり自動車専用道路から入ってくると思ってます。で、自動車専用道路にだったら、まあ、そうした自動運転の車が、まあ、行き来しやすくなるので、そうしたその今後の将来に向けての利便性を高めるというところも含んでて、これからまず一歩一歩になるんですけれども、まずは和歌山北道路そして環状道路というふうに進めていきたいと思ってます。それでは、